どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、ポルシェ初の電気自動車であるタイカンのさらに安いエントリーグレードの導入がアナウンスされ、より多くの層がタイカンを購入できるようになり、しかも日本市場においても導入されることが決定。ソニーが制作した電気自動車のプロトタイプであり、その発売が期待されていたビジョン S に関してですが、ソニーが公式にその発売の可否についてを明言し、以前から動画内で説明していた私の予想が当たってしまった件の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、ポルシェ初の電気自動車であるタイカンのさらに安いエントリーグレードの導入がアナウンスされ、より多くの層がタイカンを購入できるようになり、しかも日本市場においても導入することが決定しました。まず今回のポルシェに関してですが、世界最大の自動車グループであり、既存メーカーの中で最も電動化に舵を切っているフォルクスワーゲングループに所属し、その流れを受けてあのポルシェもついに電気自動車の開発に着手し始め、一昨年である2019年についに初めての完全電気自動車となるタイカンを発表し、お膝元でもあるヨーロッパ市場をはじめ北米市場においても納車をスタートさせていて、しかも昨年である2020年末からはついに我々である日本市場においても納車がスタートしているという状況となっています。そしてこの超高級スポーツセダンであるタイカンに関してですが、その販売台数が想定を大きく超えているという状況でもあっており、ポルシェが2020年当初にアナウンスしていた世界全体における年間販売台数2万台という目標を、新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックの影響をもろに受けつつも、なんと達成してしまったということで、実際に途中その生産のキャパシティが全く追いつかなくなってしまったということもあり、同じくフォルクスワーゲングループ傘下のアウディから従業員をヘルプに回してもらったというニュースもあったくらいでしたので、この2万台以上の販売台数という大盛況ぶりもうなずけるとは思います。そしてこのような状況において、今回新たに明らかになったのが、そのタイカンをさらに手頃に購入できるように、現状のエントリーグレードでもあったタイカン 4S というグレードよりもさらに下位のグレードであるタイカンを設定してきたということで、まずは上級グレードを設定しつつ、生産体制をしっかりと構築した上で、さらに安価なエントリーグレードを拡充して、より多くのユーザーにアプローチするというソリッドな戦略を採用してきたことになります。そこで今回は新たに追加されたタイカンのエントリーグレードについて、特に電気自動車としての質にフォーカスして、しかもすでに多くのユーザーが実際に明かしているカタログ値より実際に近い数値などを交えて、すでに発売しているグレードと比較しながら解説していきたいと思います。まずはじめにラインナップに関してですが、すでにラインナップされていたのが 4S、ターボ、そして最上級グレードであるターボ S の3種類となっていますが、 4S に関してはこちらに記載していない 79.2kWh という 93.4kWh というバッテリーサイズよりも小さいバッテリー容量を搭載した廉価グレードも設定してはいます。そして今回追加されているのが、名称を何もつけないただのタイカンとなっていて、搭載バッテリー容量を2種類用意することによって、そのオーナーの使用用途に合った選択を行うことができますが、既存のグレードと大きく違う点が、既存グレードに関しては全て前後に2つのモーターを搭載した AWD モデルであったのに対して、ただのタイカンに関しては後輪側に1つのモーターを搭載した後輪駆動モデルとなっていて、そして乗り心地に大きく寄与するアダプティブエアサスペンションが搭載されていないという点ですので、まず大前提として、この後輪駆動かつエアサスが搭載されていないという点を許容することができる方でないと、今回追加されたエントリーグレードはそもそも選択から除外されるということになるかとは思います。次に気になる満充電あたりの航続距離に関してですが、お膝元でもあるヨーロッパ市場において一般的に採用されている欧州 WLTC モードにおいて、今回追加されたタイカンプラスが484キロと素晴らしい航続距離を達成してはいるのですが、こちらの欧州 WLTC モードというのは高速道路を使用した長距離走行という運用方法においてはあまり参考にすることができない数値ですので、高速道路時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPS サイクルを見てみると、未だに公式の数値は発表されてはいないものの、少なくとも400キロを切ってくるであろうと予測でき、このように考えるとかなり航続距離が悪化してしまいますので、特に例えば競合車種でもあるテスラのフラグシップセダンであるモデル S に関しては、最も信用に値する EPS サイクルにおいて最長658キロを達成しているくらいですので、やはり電気性能
能という観点ではかなり劣ってしまっていると考えられるのですが、実は複数のオーナーの証言からタイカンの実際の航続距離は EPS サイクルよりもはるかにいい結果が示唆されていて、例えばアメリカの電気自動車専門メディアであるインサイド EVs が行った航続距離テストを紹介すると、まず前提条件としてタイカン 4S グレードを使用し、オプションとして選択可能な21インチという最も大きいタイヤを装着し、その空気圧はメーカー推奨値に設定し、そしてクーラーをつけて時速70マイル、時速112キロほどで走行した場合、満充電から 0% まで走行した際の航続可能距離が447キロと EPS サイクルの数値である365キロと比較してもかなり電気性能が高いことが示唆されていて、しかも今回の測定では時速112キロの巡航という EPS サイクルの目安でもある時速100キロよりも10キロ以上も速い速度での巡航であったのです。ちなみにその巡航速度が速ければ速いほどその電気性能は反比例する形で悪化していくのですが、例えば時速100キロと110キロではその電気性能への悪化率はおよそ 1.21 倍となりますので、仮に今回の計測結果を時速100キロで巡航した場合に変換してみると、タイカン 4S の推定値が541キロ、そして今回新たに追加されたタイカンプラスグレードにおける推定値がおよそ565キロ、つまりタイカンプラスを実際に時速100キロでクーラーをつけて走行した場合、満充電あたりの航続距離がおおよそ565キロとなると推測することができ、最も信用に値する EPS サイクルの概算値であった381キロと比較しても200キロ近くも走行することができるということになりますので、こちらのタイカンに関しては以前の動画でも説明したその計測方法やタイカンの特殊なスペックによって EPS サイクルの数値が実測値と大きくかけ離れているという理由がありますので、例外的に EPS サイクルの数値ではなく特にオーナーによる実際の計測結果なども参考にすることをお勧めします。ちなみにこのインサイド EVs の計測は21インチという最も大きいサイズを装着して行われ、電気性能という意味においてはもちろんタイヤサイズを小さくした方がその性能は向上するということが予測できますので、最も小さい19インチのサイズを装着して検証した場合はその推定値である565キロよりもさらに航続距離が伸びることも予想され、もしかしたら600キロ程度という現在市販車において最長の航続距離を達成しているテスラモデル S にも匹敵するような数値を達成してくると個人的には予測していますので、いずれにしてもよくタイカンを批判する方が指摘してくるその電気性能の悪さという指摘には今回のタイカンは実は当たらないということが事実ベースとして明らかになってくるということですね。次に充電性能に関してですが、最大 270kW という例えばテスラなどを超える市販車最高の充電出力を供与することができ、 80% 充電する前にかかる時間が最短で20分程度とアナウンスされていますので、先ほど計算したタイカンプラスの実際の航続距離である565キロという数値を使ってさらにイメージしやすいように計算してみると、東京満充電で出発して途中20分の休憩時間兼充電時間を挟んだだけで、なんと山口県西部、つまり本州の端っこにまで到達可能なスペックを秘めているという驚異的な性能となりますが、我々日本市場に関してはその充電規格が海外と違い、チャデモという特殊な充電規格を採用しているため、その 270kW という超高出力を供与することができず、日本国内においては最大 150kW に制限されてしまっていて、そうなると20分程度で 80% 程度まで充電することはできないのですが、それであったとしても例えば軒並みその充電性能を妥協してしまっている例えば e-tron や i-pace、EQC などの海外メーカー勢と比較すれば、ほとんどの方にとって必要十分なスペックを達成できているという見方も可能です。また電気自動車としての質以外の加速性能に関しても見ていきたいのですが、すでに発売されている最上級グレードのターボ S に関しては時速100キロまで加速するのにかかる時間が 2.8 秒と化け物級のスペックを達成してはいるのですが、今回導入されたただのタイカンに関しては後輪駆動ということもあり 5.4 秒とかなり控えめな数値となっていますので、このポルシェとしては控えめな加速性能でも許容できる方であれば、今回追加されたベースグレードの購入を検討する価値はあると思います。
そして価格に関してですが、ベースグレードのタイカンはアメリカ市場において8万ドル弱ですが、さらに連邦政府からの7500ドルもの税額控除が適用され、実質750万程度から購入できますので、このレベルの値段設定であれば、おそらく今まで手を出すことができなかった層でも手を伸ばすことができそうですので、すでに予想を超えてヒットしているタイカンの販売台数がさらに加速度をつけて伸びていくとも考えられますが、我々日本市場の値段設定に関してですが、未だに正式な値段はアナウンスされてはいないものの、すでに発売されているグレードから推測するに、エントリーグレードであったとしても1000万を少し超えてくる値段設定とはなってしまいそうですが、日本市場に関しても政府からの補助金が概算値で70万程度支給される見込みですので、こちらを勘案するとポルシェの本気の電気自動車であるタイカンがなんと900万円台から購入可能となりますので、ここまで説明してきた電気自動車としてのスペックも勘案すれば、実はかなりダークホース的な存在であるとも言えるのではないでしょうか。ちなみに日本市場に関しては、東京をはじめ大阪や名古屋などをはじめとする主要都市にポルシェ専用の 150kW 級の急速充電器を設置し始めていますし、さらに全国のポルシェディーラーにも同様に配備を始めている状況ですので、充電環境という意味においてもテスラに匹敵する利便性能を兼ね備えていきそうですので、こちらの充電インフラの進捗状況に関しても定期的にアップデートしていきたいとは思います。また今回追加されたエントリーグレードに関しては、お膝元でもあるドイツ市場をはじめとする欧州市場、そしてアメリカ市場においては今年である2021年の春から発売開始とアナウンスされていますが、我々日本市場に関してはラインナップされるとアナウンスしていますが、その発売時期に関しては未だに何もアナウンスはされていませんので、すぐに購入できるわけではなさそうですが、こちらに関しても追加の情報が入り次第アップデートしていきたいと思います。2つ目のニュースに関してですが、ソニーが制作した電気自動車のプロトタイプであり、その発売が期待されていたビジョン S に関してですが、ソニーが公式にその発売を否定してしまい、やはりソニーには電気自動車を市販化する気がなかったという私の予想が当たってしまいました。まず今回のソニーに関してですが、ソフトとハード両方をこなす電子機器グローバル企業となっていて、例えば今回の電気自動車という観点で言えば、それに必要な技術力をある程度持ち合わせているのではないかとずっと言われていて、そのソニーの異業種からの電気自動車市場への参戦に関する期待が想像以上にありました。そしてそんな中において、昨年である2020年の1月に開催された世界最大級の家電テクノロジー見本市である CES において、突如ソニーが一から開発してきた電気自動車であるビジョン S が公開され、しかもその上コンセプトモデルにおいてはそこまで多くない、すでに走行可能状態にまで仕上げてきたというソニーの本気ぶりが伺え、特にその CES の後はいつソニーがこの本気の電気自動車を量産し発売してくるのかという期待がかなり高まっていたのですが、まずそもそもソニー自体が今回のビジョン S に関しては今後のモビリティ社会におけるビジョンを提示するための試作車であり、量産化はしないとその当時から発言しており、実際にその2020年に開催された CES から1年間はほとんどそれに関する話題が上がらなくなってはいました。そして今年である2021年の CES において、なんとソニーが昨年発表したビジョン S に関するさらなる詳細を発表し、特にその開発の進捗状況をまとめた動画や、さらにヨーロッパのオーストリアにおける実際の行動の走行シーンの動画も公開され、ソニーの今回の電気自動車に対してやはり本気なのではないかという話題がまた再燃してしまったというような経緯となっています。ちなみに今回取り上げているソニーの初めての電気自動車であるビジョン S に関して、現在までに分かっていたスペックについて簡単に紹介していきたいと思いますが、まずはじめにこちらはセダンということで、やはり初めての車両はフラグシップセダンとなるというのは道理にかなっていて、また前後に2つのモーターを搭載した AWD グレードとなっていて、最高出力が 400kW とかなりの高出力を達成し、時速 100km まで加速するのにかかる時間も 4.8 秒で、最高速が時速 240km にまで到達可能というスポーツカー顔負けの動力性能も兼ね備え、すでに公道でも走行できるくらいにまでそのプロトタイプを作り込んでおり、さらにマグナインターナショナルという世界第5位の自動車部品メーカーを巻き込んで開発を行っていたというような状況です。しかしながら、私は本チャンネルにおいて幾度となく電気自動車を生産するということは世間で言われるほど容易ではなく、その搭載バッテリーの質であったり、そのバッテリーマネジメント技術、そしてそれを大量生産するための莫大なインフラ投資というように、特に電気自動車の質を決定づけるバッテリー技術を高めなければなりませんので、
ただ短絡的に電気自動車は部品点数が少なく参入障壁が低いので異業種からの参戦がしやすいと言われているこの風潮には懐疑的な立場を取っていたのですが、今回新たに明らかになってしまったのが、やはり私の推測通りこのビジョン S を量産し一般に発売することはないとソニー側が改めて公式にアナウンスしたということです。ただしこちらのプロトタイプによってソニー側は特に完全自動運転時代において必要とされる、例えば安全性や耐久性に関するデータ収集や全体的なユーザーエクスペリエンスを高めるために、それこそソニーの強みである音響システムを完全自動運転時代に合わせた最適化や 5G を活用した車内のエンタメなど今後の研究開発には使用されていくそうですので、もしかしたら今後このビジョン S で培った最新技術が搭載された電気自動車がどこかのメーカーから発売され、それに乗ることができるかもしれません。いずれにしても想像通り、やはりソニーが自ら電気自動車を量産する気がないということが改めて明確となりましたので、すでにフォックスコンやバイドゥ、そしてアップルなど異業種からの参戦が相次いでいるという中において、その決断をしなかったということに関しては賛否両論あるかとは思いますが、個人的にはこの閉鎖されたガラパゴス市場であり異業種から電気自動車市場に参戦するというものなら、ほぼ確実に様々な既得権益が、例えばそれに付随するサプライチェーンを構築させないなど全力で潰しにかかってくるだろうと思いますので、我々の日本市場においてはその判断も一つの賢明な選択肢であるとは感じましたし、今後は完全電動化時代、そして完全自動運転時代において必要とされるテクノロジーを開発し、その技術力でもってこの大変革を迎えている自動車産業において必要なビジネスモデルを構築していってほしいと思います。チャンネル登録や高評価、そして日産アリアも試乗できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。